塩味が効くと甘さが引き立つでしょ。夢の話とぶろけ話ほど面白くないものはない。俺は面白いことだけを聞いて生きることに決めてるのだ。俺はお前ののろけに付き合うほど暇人じゃねえんだよ。
まいコーヒーって言ったろお前。そろそろ金が貯まりそうだから、トモヤのこと分かってるか。三が日明けの誕生日。サイって角があってドカーンとでかくてギャシーンと硬そうなあのサイ、あのサイがいるのか。そっか、楽しみだな。サイって乗れるのかな。なるのかな。何身もだえて力説してんだよ。サイなんだから最初から言葉通じてねえんだよ。でも俺別に野生と触れ合いにネパールに行くわけじゃねえからさ、関係ねえよ。何がならよしなんだよ。情報って店長のメモ帳に書いてあったことだな。翔吾くん、これあげる。
とすごいのあげる。あ、ミフからだ。ん？うん、もうすぐ帰るから。そう、ショウゴくんち。うん、じゃあ後でね。これで帰るね。じゃあね。おやすみ。
大嫌いだって。特に時間の経ったサンドイッチに入ってるのが最悪なんだって。ほら、ポテトサラダにも入ってなかったでしょ。みずみずしさが抜けちゃって、しなしなした感触が歯に当たるのがたまらなく嫌いって言ってた。多くを知る。そしてやったりやらなかったりするんだよ。それがセンス。俺はそう思うよ。